国の名勝に指定されている津山市の集落園で、今日から夜のアートイベント、津山夢あかり庭園が始まります。昨夜、試験点灯が行われました。ライトアップされたアート作品やイルミネーションが園内を彩ります。江戸時代初期に築かれた大名庭園で、4つの池がある集落園です。夢をテーマにしたこのイベント、春の観光シーズンに向け地域の活性化につなげようと、津山市民の有志がクラウドファンディングで実現させたものです。園内にはアーティストが手掛けたガラスや竹、鉄などを使った作品が展示されています。また池のほとりにあるかやぶき屋根の風月軒では、デジタルアートが壁に映し出され、幻想的な光景が楽しめます。普段とこう雰囲気が違ってですね、すごい綺麗だね、いざ、ね、綺麗だった。すごい幻想的で、はい、綺麗だなと思います。光のアートを点在させて、来ていただく人に幻想的な空間を楽しんでいただけるように企画しておりますので、ぜひともお越しください。このイベントは4月10日までで、来月24日までは金、土、日、祝日限定、来月25日以降は毎日行われます。